はい、ありがとうございます。沢渋です。今回は生放送のね、告知をしていきたいと思います。というわけで、今ね、動画つか、まあ画面には僕が今実況途中のね、アンダーテイルの動画が流れてると思うんですけど、まあ適当に BGM がいいから採用しただけです。全然関係ないです。生放送はスプラトゥーンをやろうかなと考えております。で、この土日、今撮ってるのが9月16日の土曜日なんですけど、僕夕方から、まあ、ちょっと大学の友達と遊んできて、16日の夜から17日にかけて僕大阪にちょっと旅行に行っちゃうので、まあ動画が上げられないということで、まあ代わりと言っちゃなんですけど、18日かな、月曜日に生放送しようかなということで、まあその告知をしようかなということで今回撮っている感じでございます。うん、ちょっとね、土日何も動画上げないのはあれだなと思ったの で、編集もちょっと間に合わないのでね、ちょっと手抜きなんですけど、こんな感じで今回はね、やらせていただいておりますというわけで、18日月曜日、なんか世間一般では休みらしいな休みらしいな。俺まだ大学が夏休みだから全然そんな実感ないんですけど、たまたま月曜日が祝日だったので、まあちょうどいいかなということで、人もそこそこ集まるんじゃないかなということでね、うん、何時からやるかはね、全然決めてないんですけど、まあとりあえず生放送やるよっていうご報告ですね。まあ多分夜になるかな、うん、多分わかんない、わかんないけど多分夜になると思いますという感じで、うん。でまあ何するかとかも特にまた決めてないんですけど、毎度恒例なんだけど、なんか何かしら考えとくよ。うん、まあそんな感じでやっていこうかなと思います。うん、でもしかしたら、もしかしたらつうか、視聴者さんの中にマリカ持ってるよって人がいたら、ちょっとコメントしてほしいかな。どれだけいるかわかんないんだよね。マリカも持ってて、僕がね、マリカ持ってて、マリカも過去に1回だけ生放送したことあるんですけど、マリカ買うだけ買って全然やってなくて、で、1人でやるのはやっぱ気が引けるんだよね。みんなでやるんだったら楽しいかなと思って、もしマリカやるって言ったら、行くよって方がいたらね、なんか適当にコメントとか反応してもらえるとありがたいですって感じですかね。うん、まあまあまあ、もしかしたらマリカもやるかもしれないよっていうご報告ですね。はい、まあ一応スプラトゥーンメインで生放送するつもりなので、皆さんもそのおつもりでいただければいいかなって感じですね。はい、というわけでまあね、適当に旅行を楽しんで帰ってきたら生放送するって感じでね、やっていきたいと思います。というわけで今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。